はい、パーザーーートレーナーのユージです。今日は「腹筋は毎日やっていいのか?」というね、えー、そういう質問をねついおパパととい、えー、子供ものサッカーの試合に行って一緒にのちょっと車に乗って帰ってくる時にその人が「ちょっと聞いていいですか?」 今ね妻と腹筋に関して激論になってるんですけど何を激論してるんですか?」って聞いたら「腹筋を毎日やっていいかということに対してちょっと激しく激論になってて、ね、そんなことを激しく話してるんですか?」って聞いたんですけどまあ、あのー、腹筋をね、まあ、毎日やっていいのかどうかというところも質問されたんですけれどもこれねえっ、ー、とまあ僕自身は週2回しっかり腹筋をやってるという形です。えー、その時にはすごくハードにやるし それでそれ以外の日はまあお腹は休養してるということになってきますね。でじゃあ毎日腹筋やらない方がいいのかというとまあここはねいろいろシチュエーションによって変わってきます。まあ、えー、とまずね腹筋というのは基本的に筋肉ですから、まあ、よくねそういう腹筋は毎日やっていいとかいろいろ言われますけど、まあ、筋肉ですからすごくハードにやったらやっぱり休養が必要なんですね。 目のトレーニングをベンチプレスとかダンベルプレスとかなんだかんだいろいろやって重さと節続結構あったらすごい筋肉痛になりますよね。ま、でそれで翌日にまた同じことをやろうと思ってまあできないです。痛いしそもそもやっぱりねやっても、えー、同じだけのことが 続かないできないっていう感じまあそれをやっぱり繰り返していくとオーバートレーニングということになっていて結局は筋肉が分解する方向に働いてしまう何も筋肉をつけることにはならないということになってくるわけですねだから、えー、とすごく激しくね胸なり肩なり腕なりをすごく激しくやったら、えー、少なくとも2日は休めてねという感じになっています、えー、ただかなり激しくやった時にはもうちょっと長く休む必要も出てきますので えー、ボディビルとかフィジックとか大会出てる人っていうのは1か所1回しかやってない場合もありますね、まあ、少し期間短くして、えー、5日ぐらいにしてる人もいるかもしれないですが結構ねそういう感じで腹筋も筋肉なので、えー、すごくハードになったらダメージが残ります。ダメージが残ったらそこ休養を取るその ダメージと、ダメージを与えることと休養をセットにすることで、えー、筋肉が発達していくわけですね。それがまず基本的な、えー、考え方になってくるわけですけれどもただ、えー、腹筋とふくらはぎというのは、えー、動物の習性上結構反復運動に強い筋肉になっています。結構頻繁にやっぱりその四つんばで歩いてる時にもこの お腹とととこののふくらはぎあたたりいうのはずーっと使っ使てたわけですそれがね、えー、すごい長い年月に使ってたのでそこに対しては結構反復運動に強いつまり、えー、長くも使えるし、えー、早く、ねあのー、回復しやすいというところはまああります。なので今みたいな吹き芽を上げちゃってもいいのかというような議論になってくるわけですけど ここのところねもう一歩踏み込んで、えー、今の現代人の体にとってどうかというその生活スタイルから考えていく必要ありますね、まあ、僕が週2回しかやらないというのは僕は基本的には立って仕事をしてるで。 しゃがんだり立ったりがあります。で、腹筋というのは立ってる時には締めてね、持ち上げた状態をこう使ってますから、悪い姿勢じゃなければね、立ったりにこう、ダラーンとしてなければ、えー、お腹ある程度緩く使ってるので、それってね、緩い筋トレをずっとやってるようなものなんですね。だけど、座ってる時というのはこう、ダラーンとしてこう、 ニュートラルな状態どころかマイナス一から加わっている状態になっているので全くその立っている仕事をしている人とは状況が違うということであとはまあ僕はしゃがんで立つっていいますけどしゃがんでから立つ瞬間によりフンぱり力が入ったわけですね。やっぱりそれが結構あるとということ それがやっぱりね頻繁にある人とない人日常的にある人とない人は結構お腹の使い方が違うので、まあ、同じようにはいかないということですねまあ僕はそこを頻繁に使ってるでさらに人のダンベルをこうやって持ち上げてうんってやってますからまん、あ、まあ使ってますよその時ね。だからあのもう週2回もあれば筋肉を作るような。 えー、その周囲に1回だければ、えー、十分になってその間も緩く使っているのでまあ結局のそういう意味ではねあのもちろん腹筋を毎日使っているとも言えるわけですよ。今言った、えー、座り仕事の人お腹がぐーっと緩む時間がすごく長い人の場合にはねあのまあ次は言った立っている状態っていうのは通勤の時しかないわけですよ。それ以外はかなり座っている状態なわけで、えー、腹筋を使っている時間短いわけです。でそういうい人の場合にには逆にそのマイナスに 加わってるマイナスに力が加わってる時間が長いのでそれをとにかく埋め合わせをしていかなきゃいけない毎日8時間9時間ずーっとこの状態でやってるんだったら腹筋をもう毎日毎日やっていかないとこっちに押し戻すことはできないよっていう感じなんですよだからあのか座り仕事の人でかなり座ってるような仕事の人で週1回か2回、まあ、僕と一緒のトレーニングしてもそこだけでと腹筋が毎回毎回苦しいんですよ。 全然楽になってこないですあの。ベンチプレスとかはやってれば結構楽になってくるのでたった週1回しかやんなくてもは上がってくるわけですよ。まあ、これね今のお腹と結構違うところがあって胸の筋肉、ね、何もしてないって,ってもう、まあ、ゼロの状態ニュートラルの状態で緩くなってるわけでさっき言ったようにお腹の筋肉って外にこう力がかかっちゃうから引き伸ばされてるねぐーっと引き直されてる力がかかってるわけでゼロではないですむしろマイナスの力がかかってる。 それがすごく大きな違いで胸のなんかの胸のとかね腕の筋肉の場合には地道に上がっていくことは週1回でも結構可能なんですだけどお腹を週1回とか2回ぐらいともうマイナスが強すぎて全然強くなってこないんですねだからまああ毎ま回毎回トレーニングが苦しくなってしまうそれを考えるとやはり、えー、家でね、まあ、こういう普通のクランチぐらいはずっとやってくださいねと言ってるんですね、まあ、それぐらいやらないと釣り合いが取りに来ないですよということ、えー、クランチですねクランチ これ一番基基本本です基本これは、上半身を丸めていってクランチあるんですけど膝を曲げて水平がちょっと高いぐらいで太ももは垂直まで微低骨は絶対上げますこの、ね、お腹を押すことによって尾低骨ちょっと浮くという形をこの足を上げたまでも押して尾低骨が一 c m 浮くというのを作ったまでさらに押して上半身を丸める息を吐く息を吸いながら息を吐く 息を吸いいなながら吐く下ろした時頭はつけないんですよで首を曲げるんじゃなくて胴体、背中を上げて肋骨道とを折り曲げる胴体を折り曲げるだけでこれが首だけの運動にならないように背中肩甲骨を上げて胴体を折り曲げる背中肩甲骨を折り曲げて胴体を折り曲げるという感じで足は動かないお尻は落ちないでこれを 15回ままます15回まだまだきついですすお尻は上がったお前で,す15回えで今のそのじゃあクランチをね15回3セットを毎日毎日やってオーバートリングにならないですかっていうふうに思うかもしれないんですがまあ、えー、とトレーニングをまだ、ね、全然したことなくてかなり運動不足で,です、ね、初めてクランチを入れましたって言ったら多分それを正しくやれば筋肉痛になりますだけどそれって多分ねもう23週間過ぎたら全然そのクランチぐらいでは筋肉痛にならないですね でむしろそれを、ね、2, 2週間ぐらい過ぎてそこからほぼ毎日やってったとしたらもうそれってさっき言った僕がね、えー、しゃがんだり立ったり立ったままで仕事する人の思いのを持ち上げてる時と変わらないぐらい日常的な運動になってくるわけですよ。それはもうね重いね、えー、重いベンチプレスをやってるのとは全然違ってクランチ15回3セットっていうのは単なる日常の動きになってくるわけです。 日常にあるレベルになってくるわけですねだからまずそこにまで持っていかなきゃいけないということですねそれがきついと思うような腹筋ではなくて15回3世ぐらいは当たり前のところで疲労も残らないよっていうような腹筋にしていかなきゃいけないということですだからそのためには毎日やっていった方がいいですでそこから上なんですよ重要なのねだから毎日15回3世と本当に週7ぐらいはすぐらい仕事なのをやってってその中で週2回ぐらいもっと えー、セット数が多かったりとかもっときついねレッグエースとかあのダブルハイパークランチというねこういうようなのをやってったりとか上と思ってもっと重いのをやったりとかいうような、えー、重さとかセット数とかその強度の高いものをやってったりとかいうことで、えー、もうちょっとヘビーな感じでやっていくのが週2回ぐらいあってもいいということですだからもう15回3セット毎日っていうのは正直言うともう本当に立ち仕事の人が使っている程度の話なんで。 もうそれぐらいやった方がいいです逆にね、えー。全然オーバー取りにはならないです。まあそういった感じで、人それぞれシチュエーションは違います。まあ自分がどっちかっていうのはもう分かってると思うので、えー、やった方がいいというような方、方に入ってる人は、もう毎日やってください。その方が、えー、復帰運動、そしてその他の運動もどんどん前に進んでいくと思いますので、まあそこは躊躇せずにどんどん毎日やった方がいいかと思います。はい。まあそんな感じで、復帰に関しては考えてみてください。パーサー取りのユージさん。GO!GO!